上市物部町に続く国道195号線。ところどころ色づいた木々に紅葉への期待を高めつつ、高知市から車を走らせること1時間30分。オブジェの熊もその美しさにびっくり。赤や木に染まった葉が山肌を彩っています。徳島との県境近く、標高およそ600メートルに位置する県内有数の紅葉スポット別府峡です。今年は例年より1週間から10日ほど紅葉が早く進み、先月末から色づき始めました。もみじや欅など、今は6割から7割が山を染め上げています。地元の方によると、今年の紅葉は例年にない美しさなんだそう。今日はあいにくの曇り空でしたが、多くの観光客がもみじ狩りに訪れていました。もう素晴らしいって、もう水も川も綺麗し、もう山も綺麗し、もう今日最高です。でも例年に比べるとね、綺麗な方かもしれません、はい。歩き疲れた観光客をもてなすのが、遊歩道の入り口にあるもみじ茶屋。地元の人が紅葉シーズンのみ開く期間限定の食堂です。看板メニューはもみじの天ぷらがトッピングされた手打ちもみじそば。そして手作りの粒あんをそば粉で包んで焼いたそばまんじゅうです。紅葉を見ながら味わう地元料理はもちろん、いいですね、格別いいですよ。去年も一昨年もずっと台風の影響が、今年はあんまり台風が来んかったけん、すごいですね。近年ないと思うけどね、別府峡の紅葉は今月20日頃まで楽しめるということです。